このイベントは鹿児島市立皆吉小学校の児童と保護者のおよそ60人が親子でタケノコ掘りを体験してみようと行われたものです。初めてタケノコ掘りを体験する子どもたちも多く、クワを使って掘るコツをですね教えてもらいながら掘っていたということです。そして悪戦苦闘しながらタケノコを掘り出すと、子どもたちからも歓声が上がっていました。あ、大きいですね。戻さないと。1時間ほどで100本以上もの収穫があり、子どもたちはそれぞれ数本ずつ持ち帰っていました。とても楽しかったです。お味噌汁に入れたり、炊き込みご飯で食べたり、いろいろして食べたいです。はい、いいですね。撮影は MBC ふるさと特派員尾形義輝さんでした。この辺は2つ